めちゃくちゃすぎませんか。え、メイヤさんの死体が右に運ばれていたってことですか。だけど、きっと、おわーお。どうせ。よし。おい。え？あ、え？あ、待って、麺屋さん。麺屋さん宿舎脇じゃなかったっすけ？はい。源です。麺屋さんは酒屋さんと源と一緒に宿舎前に湧いており、金庫室で一緒に金あの宝石磨くところまでご一緒しました。浮き市なんで、まあ浮き市ではあるけど殺害地ではないです。貨物室短期脇です。嘘だ、私も貨物室だよ。あれ？そう。あれ？まあまあでも目撃されてるんで、メイヤさんが、メイヤさん目撃されてるんで、うん、メイヤさんの話でいいと思います。あ、ごめんなさいね。キッチン脇がアルマ武雄ゾニキで、武雄さんは最速で武器庫の方に行って、アルマゾニキはハンバーガーのところに立ってました。昨夜センター無理です。はい。足はアーカイブ脇で、エレクトリカルまで行ってます。昨夜センター無理は何でですか、ちなみに。あの一緒にミーティング行ってるんで。開幕10秒で殺しに行ってるとかないですか、酒屋さんが。大丈夫ですか。一緒脇なんで。最終は大丈夫です。でも僕センターさん目撃してないので、ボタン見てなかった。ああ、まあボタン開いてましたずっと。お二人はどなんで宿舎前脇ですか。いや、エンジン。センターさんも宿舎前脇ですか。エンジン。あ、エンジンで二人を相手。ちなみに武雄さんって武器庫からどこまで行きました。あ、エンジンまで行きましたよ。あるから。あ、エンジンくらいか。あ、じゃあ、ゲンメ。ごめんなさい、ごめんなさい。武雄さん、エンジン巻き？あ、いや、キッチン。あ、キッチンですね。はい。で、武器庫の方に最速で抜けてったんで、どこまで行ったかなっていうのが気になってきました。センターさんってもう登ってました？ミーティングまで。はい。あ、見えなかった、すみません。あ、マジか。まあまあ。だから、ゲンメかセンターさんになると思う。あ、でも、はしごの音、聞こえてましたよね。その前にザクって通りすがり切って上がるならできるかなと思う。いや、間に合わない、間に合わない。絶対間に合わない。はしごは、あ、どうだったか、2個だった気がするけど。2個、うん。誰も覚えてない。ゲンが白前提で話させていただいていいですか。黒だったら釣られればいいんで。ゲンが白の場合は、この情報が正しいってことになります。あの、メイヤさんは金庫付近で死んでます。あ、そうなんだ。はい。しょって金庫に私と一緒に行ってるんで。最後、あれ、トゥクトゥク乗ってる人ってあれですかね。音は聞こえたんだけど。うん、れそうですね、聞こえました酒屋さん。いや、聞こえなかった気が。うまい。はい、今停電。足り上がってんのか。もうちょっと、リチポンカシリシですか。キッチンじゃない、貨物が、夏目先生とピカグラさんでしたっけ。うん。はい。お互い死にしちゃってませんだけど。はい、で、はい、宿舎前が、メイヤさんとゲンさん2人と僕、酒屋さん。あ、と酒屋さん。あ、酒屋さんってエンジンじゃなかったでしたっけ、はい、いや、宿舎前通路でそこを登っていたんで。あ、そうですっけ。宿舎前通路。はい、あ、まあいいや、はい。ちょっと私、僕、エンジン1人か。ごめんなさい。記憶が若干違った。あの武雄さんの証言であのヌーンがあの乗った人がいるのではないかっていう話があって、うん、ヌーンが右側にあったんですよ今、はい、だから乗って右側に行ってて名乗り出ないのであればメイヤさんが右に行ってることになって、はい、同じことを考えていました。現の情報をもう少し詳しく出させてください。金庫で、最初の真ん中 の、 あの赤い宝石を磨くタスクをやっていました。でメイヤさんも一緒にやられてました。私はその後2つ目のタスク、暖炉タスクを取り掛かろうとしたタイミングで停電が始まりました。すぐメイヤさんを見失っていますので、はいはい、メイヤさんがヌーンに乗ったタイミングでキルされて、空のヌーンが右に行ったっていう時系列が停電直す、直しに行こうとしたのかな、昇降機の右の。ああ、うん、まあかもしれないですけど、ってなってくると、ちょっとリスポン、結論、はい、結論センターさんがサイクロです、私目線。え？
確かに、でもまあ今の話だったら僕もそうやとは思います。ヌーンが言ってるのであれば。っていうか、待って待って、待って待って、待って待って、じゃあ乗ってたの誰ってことになりますか？メイヤさんから。からで。いや別に、じゃあ待って待って、メイヤさんが乗ってるって保証はなくないですか？だって別にインポスターが乗ってる可能性もあるくないですか？うん、そうだね。まあ、どっちでも、まあじゃあ、メイヤさんじゃなかったとしても、仮に、ちょっと聞いて、メイヤさんが乗ってましたら、右でのキルになりますよね。あ、ベントってこと？切った直後、メイヤさんが切った直後に、左で乗り始めて切った直後になった場合は、幽霊になったメイヤさんが右に行くだけなので、お肉は左、ヌーンは右に。そうですね。いやいや、ヌーン、あ、でもまあそうか、ヌーンが右にあったのか。うん、あ、まあ、うん、一応あり得る話ですね、それは。インポスターかメイヤさんが乗ってるんだと思うんですけど、うん、まあでも、それは右か左かはちょっとよくわかんないです。無理じゃないですか。うわ、これでセンター差入るんだ。ねえ、僕もスキップ。一応スキップ入れました。うん、アーカイブは昨日、アチューさんも反抗してたと思って。そうそうそう。その辺詰め、めちゃくちゃ理論で塗られてるんだけど。押し行きたいな。遠いな。ピピピ。ここでね、押したくなるでしょ、インポスター。別に押してもそんなにいないんですよね。めちゃくちゃすぎませんか？え、メイヤさんの死体が右に運ばれていったってことですか？そんなことあるんだ。ありますね。あ、そうなんだ。行くだけ左で幽霊が右に行くってケースは普通にあるんだ。ああ、そうなんだ。ああ、そういうことか。いや、めちゃくちゃな塗られ方するなと思って。ああ、了解。その前に、そう、リスポーンを整理すべきで。そうですね。アーカイブ脇は週単独なんで。まあ、キル石には似てるかなって思うんですけど、竹雄さんってそのヌーンの音がしたのはもう直前ですか、ボタンの。うん、あの、2発着のタイミングとかは分かんないですけど、うん、はいはいはい。なんか落としてたなっていう感覚あったんで。ああ、じゃあタイミングが分かんない。分かんないです。ゾニキさんどこでしたっけ？あ、キッチンで。キッチンです。ハンバーガーのところで。はい。アルマゾニキは最後まで目視し合ってるんで、ね。ああ、そうですね。あ、はい、あ、じゃあ、足です。もし野手が切ってたとしたら、ベントで移動して、メイヤさんを切って。え、違うんじゃないですか。移動、普通に乗って。乗ってうん、ああ、はいはいはい。ヌーンで待っといてってことですね。直したの誰ですか？丁寧。メイヤさんなのか。家庭ではね、ピカクロスです。ピカクロス。ピカクロスかもしれない。貨物。ああ、ありがとうございます。最初でね、ゲンさんと僕とメイヤさんが死に死にやってる中、そこで食的キルをメイヤさんに原作するってなかなかアホだなと思っちゃいますね。加えて、センタンさんは開幕、あの、昨夜さんとセンタンさん自身が無理っておっしゃったんですけど、うん。あの、ミーティングにいるからですよ。ってなるとヌーンの情報が出てこないとおかしくないですか？それ作家さんにも言えませんか？いや、めちゃくちゃすぎません？ゲンさんの黒で作家さんが切ってたら先端さんが見てますねえねえねえ違う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 僕が、その移動の音が聞こえてるんだから僕がおかしいっていうのがおかしくて一緒にミーティングいるんだから作家さんも聞こえてるはずだけど両方とも聞こえてないんだからそれはただ聞こえてないだけじゃないですか？視覚情報の方でさせてるのは違う違う一緒に上がってるからね、ヌーンの人取られてるさ、先端さんを釣りたくてしょうがなくて今の議論言ってます。それともフラットな目線で言ってます。基本的には先端さんは示せたサイクルになってます。釣りたくて、あ、そういうこと。釣りたくて、それで先端さんに黒塗りしてるって認識で。はい。はい、まあ事実と違うから何とでもなるね。ペペ。夏目先生が見るだろうな。
トゥーキル、現行犯です。竹尾さんが出ました。竹尾さんか。あ、いや、僕ゲンさんがあのコミュニケーションサボタージュになった時に、ピカクロス君が貨物室の方に行き、ゲンさんがその方向に行ったんで見に行ったらキルしてたっていう。まあここはどうやっても水平線なんで。竹尾さんってどっから聞いたんですか。場所どこですか。場所どこですか。診察室、診察室のバイタルの、の部屋のゴミ箱あるじゃないですか。はいはいはい。ちなみにごめんなさいね、僕は竹尾さんからやります。理由としてはエレクトリカルにいる原さんを見ているので、うん、その前にね、診察室に入る前の原さん、僕も見ました。ピカさんと原さん、竹尾さんいましたよ。はい、4人いたと思いますよ。原さんだけ見ました。あ、4人いましたよ。あのね、電気室の右上のところで4人会いましたよ。ちょっと待って、それだけが要素で、被ってる原さんに入れたらいいなと思って。僕は竹尾さんに入れます。僕は竹尾さんに入れます。まあお土産されなければ別にどっちからでもいいんじゃないですか。ローラーをすれば。いや、あ、ちょっと待って、竹尾さんがもし黒だったらヌーンに竹尾さん乗ったってことか。シンプルに嘘なんだけど、時間的に無理じゃないですか。いや、わかんない。でも結局ローラーしやなあかんような気がするんですけど、うん、どうすかね。ローラーはしますけど、竹尾さん黒だといろいろ話変わってくるんで。竹尾さん、ヌーの音聞こえた時でどこ行ったんでしたっけ。ん、僕ですか。はい、僕エンジン聞こえた時。あ、エンジンか。なるほど。初手切りに関してはまだ私は何とも言えないです。ただまあ、宮さんのリスポン情報を最初に出していることと、金庫までご一緒したっていう情報を原が黒の場合提出する必要がない点で、作家さんにはそこには同意していただいてます。そうですね。まあ初手切りは原さん白そうな、竹尾さんの可能性もまあ出てきたっていう、エンジンまで行ってるんやったら明夜さんが降り下ってっていう、ね。てかそもそも聞こえてないから、酒屋さんと僕が、まあ、聞こえたないですね。はい、まあ、それが竹尾さんしか、そうそうそう、言ってないですもんね。だからそれじゃついつも合うんだよね。うん、確かに。酒屋さんも聞こえ、いやいや、先端どこ入れた今。僕たゲンさん入れたよ。あ、待って、じゃあお土産されないようにお願いします。そっそと直しちゃおう。よっしゃった。あれ、原産投票夏目先生。あ、違います。自分じゃないです。竹尾さんじゃないですか。竹尾さんとセンターさんじゃないですか。あ、私ボタン、そうか、使ったか、多分。僕はごめん、ちょっと早めに入れちゃったから。その場にさ、いなかったからわかんないんだけど、客観視点で原産ってそんな白い？いや、別に白くはないですよ。うん。あ、だよね。不安なら落としていただいて結構です。なんかノイズになるんでしたら。はい。まあ、白くはある、僕目線は結構白いなと思うんですけど、まあ、ケアでローラーをしたいかな感じ、ね。まあ、ローラーするとしても、はい、誰だ、さっきの。まあ、後半に出た話。投票前に、投票をもうちょっとギリギリやればよかったけど、竹尾さんがのそもそもの、あの、なんだっけ、移動の話が嘘なんだったら、なんか結構つじつまが合うなとは思いましたよね。僕と桜井さんが聞こえてない理由が。うん、初手切りのすいません、センターさん詰めが完全に間違ってたってことになると、そう、結構暴論で吹っかけられてたから、竹尾さんが、竹尾さん危険だったと思うんだよ。竹尾さんがキルしていた場合は、キッチンから武器庫に最速で行っていたので、宿舎まで着いたくらいで、うん、宮さんを来てヌーに乗って右行って、まず乗ってないかもしれないですね。いや、乗ってないはないです。右にあったんで。あ、そうかそうか。あ、そうかそうか。そうそうそう。ドニキさんが言ってたよね、それ。うん、ただ、センターさんが犯行可能位置であることは変わりはないです。うん、現時点では。そうですね。あのキルに関しては、はい、ゲンさんがして、センターさんの3人は犯行可能位置で、ね、はい、それはね、もう昨夜さん見られてないから、もう、しょうがない、そこは。竹尾さんが切ってる場合も全然あると思うけどな。はい、そのあるあるある。さっきさんがミーティングまで抜けてて、源さんが金庫室で宿舎前で切ったタイミングでボタンとかは全然あるとは思います。そうですね。それはあると思います。うん、あ、いや、でもそれだとヌーンが証明できない。あと、まあ、元気を釣られる可能性が高いのでお伝えしておくと、文吉さんの話はここまで一回も出てないので、文吉さんに関する議論を今日も明日以降頑張ってくださいって感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、一応ちょっと、まあ、ときます。両方の切るに関われたんで、源さんに入れさせてもらいました。はい、うん。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 
ごめんなさい。ごめんなさい、ちょっと。でしたゼロじゃないので可能性が。よろしくお願いします。ごめんなさい。わかりました。アシューボタン内です。まあまあまあ、悪くはない。アシューさんボタンない。サクヤさんない。爪先生あるな。ボタンレンダー通信になったので、シャワー室から、貨物と診察ですよね。はい、診察です。うん。足湯さんは絶対無理。先端さんと酒井さんの殴り合いです、これ。そうですね。あ、一緒にいました？はい、もう左下ら辺でもご一緒になって、はい、ああ、了解です。僕、その前にも、見てたんですよ、アドミン情報。あ、そうなんですね。うん。じゃあ、アルマさんは展望デッキにいて、でその状態を僕も確認してるので、アルマさんも確実100無理。うん。でシャワー室についてたの見てます。シャワーから上通ってラウンジ貨物診察なんて。どんタイミングですか見てたの。コミューサボン前です。だったら移動中かな、僕は。で、僕、一人で行ったら門番されてるような形やったので、一人で行ったら、じゃあ僕、あれじゃない多分、コミューサボン前だったら、エンジンかメインにあるはず。エンジンかメインにはなかったです。その時はなかったと思う。だから、多分、センターさんが向かう前かなっていうふうに思います。僕の主張は結構時間があったので、確実一人は死んでるだろうなと思ってて、そのタイミングでコミューサーも鳴ったので、ちょうど右側にいたので、上からぐるっと回ってやろうと思って、ボタン連打しながら診察室まで入っていった感じなんで。はい、でおそらくその、はいはい、2階 そのアドミン情報からしたら、先端さんが、で、それであと今、コミューサー僕来るのと、なんていうんですかね、レポートする必要がないと思ったので、昨夜さんやったらこっちがアドミン見てるとかもわからないんで、だから僕はセンタンさんを疑ってます。スケール教えてほしいです、センタンさんの。僕はアーカイブ脇で、はい、シャワーメインで、コミューサボ、何回になりましたっけ、とりあえず、一番最後ら辺は、ね、はい、もうすぐ行ってたと思いますね。その時はどうでした？その、アドミン情報はいつかによるんですけど。アドミン情報最後は。桜屋さん、ちょっと待って、桜屋さん黒。僕結構最初から桜屋さん黒字くんの時って、原産が相方になるんじゃないかなと思うんだけど。僕はセンタンさんに入れさせてもらいました。センタンさんに入れました。僕の線は。竹線だと思ってます。同じくそう思ってます。じゃあ同じく。ああよかった。ありがとう。よかった。あるな。ただ初手キルは多分業さん？いやセンターさん。あセンターさんなんですか？僕です。あ僕がヌーン乗って遊んでました。いやあれマジで。そういうこと。いやーなんかもうやばいなマジか。あだからインポスターがヌーン乗ってたは合ってたんですね。なるほど。そうなんですよ。うん、それ見たらインポスター。先端さんがめちゃくちゃなんか黒くなっちゃって。ごめんよーって言いながら。いやでもあれいい再切りだと思いますけどね。原産と先端さんはロラーされなかったし。そうそうそう。容疑者増えたし、いろんな可能性がね。そうヌーンという不確定情報が結構聞きましたね。めちゃめちゃ上手いと思うんですけど。実際は金庫室でやってます。そう。
僕して普通に普段ヌーン乗りすぎてゲンさんが空ヌーンを出したごめんゲンさんと思いながら普通に死んだんやと思って、なんか竹雄さんがそれを出したことによってロラが止まったから、先端さんがゲンさん救うために竹雄さんが自分で乗ってたらどうするみたいなことをタスク中に言ってたら、うん、本当にその通りです。震えましたねマジで。マジかって思って。なるほどね。なんか勝ち筋あったかな。いやでもうまかったっすよ、うん、初手級あの、うん、本当にうまいと思ったあれは。ゲンさんいますからね、左側に。私普通にダウンロードして終わっちゃったんで。そう、ゲンさん見えてて、多分もう酒屋さんが上に行ってるの分かってたから、多分死体消せると思って、うん、やりました。いや、あのヌーンギソめっちゃうまかったけどね。マジで、震えたマジで。確かに。あれでさ、議論めちゃめちゃになってるからね。ガチかって思って。私、言い方が微妙だったかな。あの、ミーティングまで酒屋さんのセンターさんが行かれたって情報が最初に出たじゃないですか。うんうん、だから、ヌーンの横を2人とも通ってると思うんですよね。だから、ヌーン情報はその視覚的ヌーン情報といいますか。あ、分かります。その時左にあったのか右にあったのかみたいな話が出てくるんじゃないかなと思ったら、特に出てこなかったので、センターさんの方がまあ下位置に近いということで、うんうん、後ろにいるという位置で疑ってしまいました、ね。ああ、はい。まあでもそれは別に音聞こえなかっただけで完結してると思ってたんですけどね、僕は。ああ、そっか。まあでもあれですよね、原産視点はセンターさんと咲夜さんがそこを通ってるからヌーンのところに付近に人がいなかったとか、そういうあの見た情報的なのはないのっていうことですよね。そうですね、音ではなくて、うん、ああでもそれで言うと酒屋さんと同列ですかね。あ、そっか、アルマさん連続か。あ、いや僕じゃないです。いや、センターさんがそう連続じゃない。あ、そうか、センターさんかインポストやってるんで。はい、はい。でも金庫で切ってたらそっか、酒屋さんも可能っちゃ可能になっちゃうのか。まあ、最初に、まあ、あのはしご登ってる音聞こえてたと思うんで、それで、まあ、白拾っていただけると、うん、酒屋さんの方が死体より遠くの位置にいるっていうイメージで話してたんで、うん、もし酒屋さんが切ってたらセンターさんを見つけるかなっていう感じで考えてました。後ろですよね、先端さんの方が、うん、まあ原産視点では先端がめちゃくちゃ怪しかったから、うん、ちょっと、うん、あ、釣れる要素が出てきたから詰めるっていうのは、釣れるよ、まあ、人狼的には間違いじゃないのかな、うん、ただ票が集まるとはあんまり思ってなかったです。結局私視点の情報だけなんで、皆さん目線で客観的に決定打にならないと、うんうん、まあ、実際釣られませんでしたしね。うん、うん、竹雄さんの心もあったけど、言ってることって正しいから、うん、正しい、意思表示はしておかないと、正しいけど、僕は事実に基づいて金庫で死んでるんだからヌーに乗ってるわけねえじゃねえかという僕の主張も正しいんですよ、ね、違う意味の冤罪みたいな。だからあのぐらいの議論になってるわけね。そうそうそう、なんか自信を持って反論できた。あの小麦の俺のコメント欄で、あのこの議論になったのは明夜が普段ヌーに乗ってるのが悪いって言われた。それは気にしてないですよ、大丈夫です。明夜さんだから乗るだろうみたいな。いやでも思っちゃったな俺は。明夜さんやしと思っちゃったな。ヌーで死んでないですよね。しかも違うのに違うのに叩かれるし。